はい、レオンチャンネルです。来たのか、ジョーカーセットの詳細来たのか、7150円、いいね。まあ、これだけ買っても何も遊べないんだけど、あくまでカリスラウザーの追加パーツなんですが、バックルの交換用パーツとカードとホルダー交換用パーツ、これで1万円とかしたらきついよねみたいなことを言ってたから、7150円全然いいっすね。で、アルビノジョーカーとジョーカーが映ってて、名前としてはコンプリートセレクションモディフィケーションジョーカーラウザーパーツセット。セット内容は、まあ、これはね、事前にも解禁があったので記述の通りですが、ジョーカーラウザー、ジョーカーのベルト用の乾燥パーツのセンター部分とカードホルダー用を、さらにアルビノ用のアルビノバックルの乾燥パーツとカードホルダー用、そしてラウズカードね、それぞれのジョーカーに関連するラウズカードプラス、アマネちゃんだったりとか、そのブランクだったり、まあ要はミッシングエース関連ですよね。あとディケイドジョーカーカード、こういう追加パーツセットになってて、マジでこれ買っても何も遊べませんから、そこだけご注意ね。あとはボイスモードとかがどうなるかっていう、あの剣崎の最終回ボイスが入るのは確定してんだっけ、兄さんっていうか志村純一ボイスが入るかどうかが僕の中では重要事項だったんですが、じっくり見てこうぜ。まずジョーカーラウザーパーツ、別売りの CSM カリスラウザーにパーツを付けることでジョーカーラウザーを再現、うん、ジョーカーラウザーは初の商品化、もうここですよね。これ今だったらプレ版とかでデラックスに付け替えられるパーツとかが出そうなもんだけど、当時はそういう文化はありませんでしたからね。ただ CSM カリスラウザーカリスアローセットに関しては予約受付が終了してますよと。そもそもこのアイテム自体がその予約数に応じて商品化するかどうかみたいなところがあったので、まあしょうがないですよね。あとはなりきりワールドでの店頭発売があればいいけどねってとこっすよね。で、音声ギミック、ジョーカーラウザー時にセリフボタンを鳴らすことで、ジョーカー時の相川はじめの音声が再生。A、ジョーカーが生き残った時、ダークローチは生まれる。すべての命を滅ぼすために、ダークローチは本当、なかなかの脅威でしたよね。で、ジョーカー、剣崎モード、俺は、運命と戦う。そして、勝ってみせるで最終回セリフが流れると。最高です。ジョーカーラウザー時に交換音ボタンを押すことで、ジョーカーに関連する交換音が発動。ジョーカー変化音、アンデッド封印音、統制者出現音、モノリスね。統制者飛び去り音、ジョーカーが2人になったから、一旦中断したことによって飛び去りね。で、ジョーカー斬撃攻撃音、ダークローチ召喚音、統制者へのパンチ音、これは剣崎だ。やべえなー、剣崎モードいいな。で、アルビのバックルパーツ、志村純一ボイスはどう、志村純一ボイスはどう、あ、ないないかー、ないかー、ワンチャンサプライズであるかと思ったけど、ないかー、なんだよー、入れてほしいんだけど、なんかお願いしたら入れてくれそうな感じですよね、今の SNS の感じだと。ちょっと残念だったなー。別売りの CSM カリスラウザーにパーツを付けることでアルビノバックルを再現可能。アルビノバックルも初商品化と。で、これも側面も付け替えてビジュアルが変わって、僕はこのジョーカーラウザーのためにカリスラウザー2つ買って10万使ってるから、アルビノバックルとカリスラウザーのそれぞれの状態でディスプレイすることもできるよね。アルビノバックル時に交換音ボタンを押すことでアルビノジョーカーに関連する交換音が発動。アルビノジョーカー変化音、14方向音、あの巨大なやつね、古代の邪神ですよ。で、空中戦に入ってフュージョンジャークフロートねのあの名シーンになると。で、アルビノジョーカー高弾攻撃音、14関連の攻撃音とかもしっかり入ってるのはかなりいいっすね。で、付属のラウズカードは全5枚でプラスチック製。ジョーカーとアルビノジョーカー、バニティカードの封印前封印後、ジョーカーディケイド版ね、きっちりと保管してくれると。で、2月発送、今もう2月発送が定番っすね。で、7月16日本日の16時から予約開始で、9月30日予約受付終了です。まあ、これは僕はすでに散々なりきりワールドで物は見てますので、まあ、まだサンプル状態だったんだけど、なんでこの辺りは本編準拠のクリアパーツに製品版は変わるんじゃないかってずっと言ってたけど、あのね、本編メタリックじゃないですかっていう風に言われて TTFC 見直したけど、プロップね、メタリックの時とクリアパーツの時と2パターンあった。だからこれ実際もこのままメタリックのこのグリーンのハート部分でいくのか、ここがクリアパーツになるか、ちょっと
とわかんなくなってきたね。普通のカリスラウザの方が砲力とハート部分がクリアパーツになるんですよ。それと同一仕様でグリーン化すると思ったけど、そこまでこれまで更新されたブログの方でも載ってないんですよね。なのでもしかしたらここはサンプルのまま全部メタリックでいくのかも。アルビノの方は艶消しのホワイトが劇中設定なので、これはこのイメージそのまんまで進行していくかな。ということで16時になったら、はい、レオンチャンネル CSM ジョーカーラウザーパーツセットはポチりました。そして同時に開発ブログも、それがあれ来てない、なんかツイッターの方で更新してますみたいな感じだったけど、あ、このページのこと言ってんだ。開発者ブログは更新済みですのリンクから飛んだら、これ以前確認したやつですね。感想によってこのように2モードに変わりますよと。これはすでに前の動画で読み込んだのでもう読むとこないよね。だから別に追加情報なしか。もともとあった事前情報プラス価格が分かったっていうところぐらいですよね。でこれがモザイクかかっててまだ見せてない状態なんだけど、ここにおそらくスイッチがあって、カバーパーツの付け替えでアナログ的な感じでスイッチが押されてモードが変わっていくんだと思います。まあシンプルにこっちもジョイントカチャっていうね、あのデラックス玩具的なジョイントで付け替えそうな感じですけど、そこまでは今のところまだわかんないと。でデラックスとの比較はこんな感じで、カリサローとかはとんでもないことになってますよと。砲力部分とかも全部クリアパーツになるんだっけ。黄色い部分のここのハートと砲力がクリアパーツ化するので、クリアパーツ化すると思ってたけど、ちょっとそこが現状わかんないと。まあどっちでもいいけど、クリアパーツだろうがメタリックだろうが、まあどっちもプロップ順序なんでどっちでもいいけど、ブレイド20周年に合わせてこういう特別なアイテムが出てくれることが嬉しいわ。まあ、ただ本当これを買っても遊べないんで、カリスラウザーが必要ですよと。そこだけご注意くださいっていうか、まあカリスラウザー予約した人は予約し忘れないようにしましょう。いや本当ジョーカー関連のベルトまで CSM で回収してくれたのは最高なんだけど、これで今仮面ライダーブレード20数が半分ぐらい、1月から始まってるよね。まだ残り半年ありますので、あとはキングラウザーの CSM 化とかレンギルラウザーとか新世代ライダーケルベロス関連とか、その辺が CSM 残り半年で来るかどうかってところですね。そのあたりの動きも楽しみにしましょう。ではこのリンクを貼っておきます。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。